結構あちこちで遭遇するパターンが多いからさあ、どんなプランでしょう。これ逆サイドだよね。ドンまず、まあ9時ぐらいまで準備して、はいはい、まずはね10時に、はい、山市集合です。出た南口の山市旅館に、まず一旦ね山市旅館に山市彼女を迎えすって山市在住いやいや、全泊なんか遠いんかな、彼女遠いんかもしれない。なで、山市一回全泊させて、朝から合流したしと。そうそうそう、素敵ですね、まずね。でたまんないところがね、そっか青少バイパスに乗りまして、あなるほどね、一旦こう、青少バイパスのサービスエリアで、うん、あそこのね、ゆっくりして、うん、ちょっとおいしそうに U ターンして、おいしそうプリーズでランチ。早っ、あ、ホテルでね、ホテルのランチ、ブランチ、ブランチ的なブランチ的なやつですね、バイキングね。で、そこから小田原の台出しに行って、ブルックスで出た。あー、素敵、分かってますやん。で、小田原のね、お互いにコーディネートして、おそれを選び合うんすよ。で、全身買い合う全身買い合う海外ね、これとこれ、海外ね、いいね、いいね。で、そこから、まあ、芦ノ湖行って、お結構じゃあ芦ノ湖やし、あ登るんだね、俺。そうですね、なんかちょっとおしゃれなカフェ実はあるんで、ありますよね。で、カフェでお茶して、まあ、ケーキでも食べて、でその後、ターンパイクタンパイクいいですね。タンパイクいいですね。かなり走りやね。山の道路、ね、そうそうそう、すっごいうねうねだね。結構登ってきた。タンパイク乗ってたよね、そういえばね。酔ってるよ。酔ったね。酔ったんかい。それで、タンパイク景色いいんで、すごいですよね。見れる。あーって眺めいいところ。芦ノ湖一望して、はい、そっから湯河原のプリティモーっていうアイス屋さんがあるんですけど、プリティモーご存知ですか、皆さん。してる人、はい、湯河原行ったらこう湯河原の美味しい牛のお尻が突き出てるアイス屋さんがあるんですけど、わ、うん、かります、わかる人はいます、わからない、いいよって、わかるよって言う、そこでアイス食べて、食べて、で帰ると思うんですけど、勝手に熱海に行きます。あれあら帰らないんだ。あ、言わないでね、言わないで、もう解散かなって雰囲気出して、なるほど。やっぱ何も準備してないから、はい、明日無理って言われると思うじゃん、はい、ブルックスで服買ってるから、あっさすが、繋がった、なるほど、泊まれちゃう、泊まりの方です、泊まれちゃ う、なるほど、9時から9時をもう通り越した、そうそうです、熱海に泊まっちゃうんだね、泊まるんです。あまあ、泊まりが好きな人もいるかもしれないんでね、そうそうそう、それ人にとってもドンピシャかもしれない。そうそうそう、なるほど、それバッタリ系なさそうだね、このスケジュール、ね、その逆方面なんで俺感じる、そうだね、ってことで、じゃあこの日は帰らない、返さないっていう、はい、そうことですね、まあ、最悪2人やっております、まあ取ってくださいですもんね、嫌な場合は、嫌な場合はね、そこはもうあれですからね、その前でこうしっかりできてるかどうかで、そうね、部屋数が決まってくるんでね、そうそう、っていうところですね、はい、なるほど、ありがとうございます、高野選手、デートプラン、じゃあ以上がね、4選手すべてのデートプラン、これ皆さん、ね、覚えてますか、皆さん、ちゃんとナンバーみんなのデートプラン、